主要7カ国、いわゆる G7 によるウクライナ支援に向けた大規模な融資の枠組みが動き出しました。この融資額は総額でおよそ500億ドル、日本円で約7兆6000億円に上り、日本を含む G7 の各国がそれぞれ資金を提供します。今回の大きな特徴は、ロシアの凍結資産から得られる運用益を活用する点で、これによってウクライナが直面する財政や復興に必要な資金を支援する狙いです。G7 の中でアメリカが最大の200億ドルを負担し、次いで EU が約3兆円を提供することが発表されています。日本は約4719億円を分担し、国際協力機構 JICA を通じて円建てでの融資を行います。特にこの融資は軍事用途に使用されることがないよう、基金を通じた厳重な管理が行われる方針です。また、各国による融資は2027年12月までに完了を目指し、最短で今年12月から順次実行されます。資金の返済原資としては、凍結されているロシア資産の運用益が充てられる予定で、資金の早期返済も視野に入れられているとのことです。このことは SNS でも話題になっており、日本は凍結されたロシア資産から30億ドルをウクライナに送金する予定というポストに海外から様々な意見が寄せられていました。コメントの一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。それって可能なの？凍結されてたとしてもロシアの所有物でしょ。理解できないんだけど、誰か説明して。なんだって、なぜ今になって日本が関わってくるんだ。まずは円のことを心配すべきじゃないのか。アメリカがこれをさせているのか。戦争はやめようよ。みんなで繁栄しようよ。日本政府はより広範な G7 イニシアチブの一部として、ウクライナを支援するため33億ドルの援助パッケージに取り組んでいる。この計画は凍結されたロシアの資産からの利息を使用している。 G7 首脳はロシアとの継続的な紛争の中でウクライナの安定化を支援することで合意した。シオニストによる日本の占領は続いているな。この戦争は12兆ドルのためだけさ。ウクライナ人が何人、脳が彼らには関係ないんだよ。NATO の側についてるのか、日本は広島のことを忘れたのかな。第二次世界大戦後の日本とドイツ、この2つの国には何か共通点があるんだろうな。国連安保理のメンバーと比べたら GDP はどうなんだ。第三次世界大戦での役回りを演じてるな、日本は。ロシア人なら使用済みの下着を飛行機から落とすだけで日本人を完全にトランス状態にできるさ。 NATO とそのギャング連中はプーチンの礼儀正しさにつけ込んでる。かつては武士の国だった日本が、今は西側の子犬になり下がってる。アメリカの植民地の日本が命令に従ってるだけさ。もう国際法なんてないんだから、西側の金融システムの信用性なんてどうでもいいよな。日本は昔アメリカが何をしたのか覚えてるのかな。日本は支援を示してるけど、本当の解決策は紛争を交渉で終わらせることだ。日本にとって愚かな一手だな。
他国の資産を差し押さえて凍結して再配分するのは泥棒だし、グローバル化にとって悪いことだ。今度は弾を落とされたいのか、日本は一体何考えてるんだ。まさか日本までとは。その間に円は暴落して経済は崩壊寸前なのに、最近の国々は自国民のことを全く気にかけなくなったよな。これがどう助けになるっていうんだ。日本は実際何がしたいんだ。これでゼレンスキーは優秀なセールスマンだって分かったよ。訪問する国ごとに数十億ドルを持ち出すんだから。あいつらはフェラーリに乗ってるかもしれないし、俺はカローラ16バルブに乗ってるかもしれない。問題は車の運転の仕方と扱い方だ。ブリックスの金融が整理されたら、ドル安がどれだけ早く進むか楽しみだな。日本には中立でいて欲しかったな。世界に提供できることが多すぎる国なんだから、どちらかの側につく必要はない。よくやった。日本は歴史の正しい側にいたいんだな。これは違法だ。凍結はいいが、寄付は資金洗浄だ。これがロシアの侵略と戦う方法だ。よくやったぞ日本。数十年にわたってロシア、ソビエトを打ち負かしてきたんだ。それに日本は地球上で最も反共産主義的な国かもしれない。だからこそもっと好きになるよ。なんてバカなんだ。他国のために自国を傷つけるなんて。ロシアに支払わせろ。気をつけて見ておいてくれ。首相は支持者がいるものの、先日の総選挙で負けて野党に変わられるかもしれないんだ。新政権の政策が変わればウクライナ支援の力に影響が出るかもしれない。そして一部は自主的に資産を送っているんだ。おめでとう日本。ロシアは日本で戦争をして日本に多大な苦痛をもたらした。ついに日本は誰が何を言おうと恐れることなくウクライナにロシアの資産を与えた。世界中が日本の例に従うべきだ。日本の例に従って汚い政治をとどめろ。これは面倒なことになってきているな。ウラジミールにはウクライナを金で再建し続けること以外の計画がないんだ。この30億は実際に凍結された資産の利息だけだと思う。ロシア人はまだ資産を持っているが、貯蓄利息は持っていない。数十年間良好な関係にないのに、どうやってその資産が日本に渡ったんだ？まあ、返済するための予診枠があることを願うよ。時が経てばブリックスはドルの支配を置き換えるだろう。ロシアにこれができるなら、どの国も安全ではないから、もう誰もドルシステムを信用しなくなる。ビットコインを買っておくべきだったな。キムと同盟を組んだロシアへの当然の懲罰だ。結局のところ、日本はロシアとビジネスをしたければロシアに返済しなければならないだろう。誰もどんな代償を払っても世界大戦は望んでいない。日本政府の認可率が 28% なのにこの決定をするなんて、間違いなく日本国民の総意ではない。日本とドイツは独立国ではない。アメリカを恐れているだけだ。 G7 の間違った一手だな。
日本はいつになったらアメリカの命令に従うのをやめるのか。日本の孫たちはライフジャケットに見せかけたベストを着て泳いでいる。何が起こるか分かったもんじゃない。ウクライナに引っ越した方がいいみたいだな。その金の一部をノースカロライナ、テネシー、フロリダに回せないの？アメリカにも援助が必要よ。この戦争は多くの国が関わって複雑になってきてるな。戦時中にロシアの凍結資産からウクライナに資金提供するのは意地が悪いし、挑発的だ。数日前にも同じように500億ドルくらいやってなかったか？金の戦争か？アメリカの同盟国は全員同じ目の見えない先生についていってるみたいだな。日本にとってこれは他のどの国よりも経済に重くのしかかってくるだろう。最近の選挙で現政権が苦戦したのはこれが理由だ。ロシア人は凍結資産を二度と見ることはないだろう。まあそれは完全な真実ではないな。ウクライナがその金で作り出す痛みは見て感じることになるだろうから。恥を知れ日本。でも心配するな。ロシアに全額支払うことになるさ。そしてロシアが報復した時に泣くんだろうな。日本の転落っぷりよ。アジアで最も愚かな国にならざるを得なかったんだな。ロシアとウクライナの間で何が起ころうと自分たちには関係ないのに、直接の対立は極めて起こりそうもないとしても、理由もなく世界の極めて重要な国と敵対関係を作ることで経済的な結果を招くことになるのを知らないのか。賢明だと思ってたんだけどな。バカだな。北朝鮮という最大の敵の一つがウクライナ戦争に参加したところだぞ。彼らは地上戦力を持っている。これはアジアに対する大きな侮辱だ。こういうことがもっと起きる準備をしろ。実際もっと悪いことの準備をしろ。これは始まりに過ぎない。これはロシア国民からの盗みだ。とにかく、あなた方はロシア人にこの金を借りている。ところで、なぜこの金でアラスカを買えないの？なぜロシア人から盗んだ金は全部ゼレンスキーに渡さなきゃいけないの？ごめん、日本、どうしてウクライナにこれ以上の金を送るんだ？ロシアとの戦争を続けるために、覚えておいて。この戦争はロシアがウクライナに警告した後に始まったんだ。軍事基地などを国境近くに作るなって、それはすごく理にかなってる。何年も警告されてたんだ。ヤクザも参加したいのか？ギャング同士の戦いじゃないってことを知るべきだな。これは深刻な段階だ。1ヶ月で使い果たすだろう。日本国民のためのプロジェクトに使った方が良かったのに。西側に従うことは最終的に有害だと証明されるだろう。コメントは以上になります。多岐にわたった反応でしたね。国際的な協力としての意義を評価する声もある一方、ウクライナ支援への巨額な投資が本当に各国にとって得策なのか、特に経済に影響が出る日本に対する批判的な意見も多く寄せられましたね。また、日本の対外支援や外交方針をめぐり、歴史的な背景や国際関係に対する様々な立場からの意見も見られました。こうした議論は今後も続いていきそうですが、物事が起こるには根本があるわけで、
その根本の風向きが変わった時に日本がどのような対応をして変化していくのかが見ものです。そういう意味ではものすごく面白い時代に我々は生かされているなと思います。感動日本は随時更新中です。チャンネル登録、鈴マークをクリックしていただくといち早く動画を視聴することができますのでご活用ください。評価をコメント欄にいただけたら本当に嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。